安倍政権の打倒と参議院選挙の勝利に向かって団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。どうもありがとうございました。政党代表の皆さん、ありがとうございました。安倍政権は歴代政権の下でも堅持してきた憲法解釈を閣議決定で変更して、集団的自衛権行使に道を開き、武力行使との一体化につながる後方支援をも可能とする11本の法律を強行しました。昨日、野党5党共同で戦争法、安全保障関連法、廃止法案を国会に提出しました。大きな一歩です。2000万人統一署名運動、違憲訴訟団との連携、毎月19日を中心にした総掛かりの大衆行動など、これまでの私たちの歩みに自信と確信を持ち、戦争法廃止と発動阻止に向けて新たな運動を展開しようじゃありませんか。昨日の大変歴史的な日を迎えて、そしての今日ということで、大変時期を終えたときにこうして4党をお招きいただいての定期大会になったというふうに思っております。私ども4党を含めてこの5党、それぞれ政策には違いがあります。違いがありますが、今この国が直面している3つの大きな危機、この危機を食い止めなければならない、この点については5党一致しているというふうに思っています。一つは何といっても立憲主義の危機、権力が憲法に拘束されなければ何に拘束されるんだ、勝手に憲法の解釈を変えて社会が成り立つはずない、この危機はどんな理念政策が違っていても政治を行う上での共通の土俵でなければならないはずであります。先ほども枝野さんがおっしゃったように、私は今一番怖いのはですね、この安倍政治の本当に強引な政権運営のやり方です。皆さん思い出していただきたいですけども、自民党のいわゆる右派の人たちは、NHK の放送が本当に左に寄ってるんじゃないかということで、これはトップを変えようという、で安倍さんの友達をトップにしました。いろんな問題起きてますね。それから報道が安倍政治を叩くとですね、すぐに社長に電話を入れたり文書で抗議をして辞めさせろということをやっています。我々は社会民主党の皆様と、そして今日いらっしゃる他の党の皆様と、とにかく民主主義を取り戻す、この一点で一緒に戦ってまいりたいと思いますので、どうか今後ともよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。おめでとうございました。私たち日本共産党が、社会民主党の大会にこうしてご招待をいただき、ご挨拶をするのは、日本社会党時代も含めて今日が歴史上初めてのこととなりました。昨日、又市幹事長からもご案内がありましたが、5野党党首会談が行われ、安保法制廃止、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を共通の目標とすることを確認し、国政選挙での選挙協力を進めることを確認いたしました。これは野党は共闘を求める国民の声に応えた画期的な合意だと私は考えております。みんなで野党が力を合わせて、日本の政治に立憲主義、平和主義、民主主義を取り戻すために頑張り抜こうじゃないかということをお訴え申し上げまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。要は今日お招きいただいた4党、そして社民党、この5党が本当に口先だけではなくて、お互いに信じ合い、協力して、そして選挙に臨んで安倍政権を打倒し、
ひいては政権交代を図る、それが我々の使命であり責任であると思います。私は大変微力でありますけれども、皆さんの日々に付して、そのために本当に格差のない平和な社会を作る政権、我々から言わせれば国民の生活が第一を目指す政権、それを樹立するために皆さんと一緒に全力で頑張ります。どうぞ皆さんも今後ともさらに一層のご奮闘を心からお願いする次第でございます。正直なところですね、もうダメかと思ってました。野党共闘本当にうまくいかないと思っていた中で、昨日のニュースを聞いて本当にほっとして胸をなで下ろしていたところです。ただ、これで状況が楽観できるものにすぐになったというふうには思っていません。困難な戦いになるということは百も承知です。それでも私たちには小さな違いを超えて一緒に安倍政権を倒すという戦いを戦い抜く準備と覚悟はもうできているというふうに思っています。